皆さんこんにちは、ウォッチ情熱応援団団長です。ウォッチズ&ワンダース2024年で発売された新作、今回はタグホイヤーの最新作ですね。ご紹介してまいります。他のブランドについても再生リストの方でまとめておりますので、ぜひ合わせて楽しんでいただければと思います。では今回はタグホイヤーの新作、一緒に楽しんでいきましょう。憧れの時計は遥かにと、故に私たちはどこまでも男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。さあでは早速見ていきたいと思います。もう今ご覧いただいている通り、モナコのすんごいのが登場しました。今ご覧いただいているページはですね、ウォッチズ&ワンダースの中のタグホイヤーのオンラインブースになるんですけれども、これもうなんだろう、すごいことになってるっていうのがこの絵面だけでもわかりますね。でここからはタグホイヤーの公式サイトの方でご説明していきたいと思います。タグホイヤーモナコスプリットセコンドクロノグラフ、とんでもないモデルが登場しました。まずこちら、これまで通常に販売されてきたモナコとは1線どころじゃないかもしれない、2線も3線も隠すようなモデルになっていると思います。というのは価格を見ていただければわかるんですけれども、価格がなんとですね1672万円と非常に高額なモデルになっています。今回2種類出てるんですけれども、2つとも同じ価格ですね。これまでモナコというと100万円台、昨年発表された限定モデル、こちらのスケルトンでも144万1000円ですから、一桁違うということで、かなりその価格だけ見てもインパクトのあるモデルですよね。一体どうなってるのかというと、一個ずつ説明していきます。まず中のムーブメント、こちらがですねスプリットセコンドクロノグラフ、この名前の通りですね、スプリットセコンドクロノグラフが搭載されております。モナコとしては初のムーブメントになります。これ今タグホイヤーの公式サイトなんですけど、これ実は PC で開いていただくとボタンを押せるようになっているので、実際に動かしてみたいと思います。この上のボタンがクロノグラフのスイッチ、スタートボタンになります。押します。はい、真ん中の針が動き出しました。この両サイドの積算計も一緒に動くようになっております。右側が30分で1周する分の積算計、左側が12時間で1周する12時間積算計ですね。でスプリットセコンドって一体どういうことかというと、スプリットタイムを測ることができます。でそれはどうやって測るのかというとですね、こちらのボタンを押していただくと、今実はこれ針2本同時に動いてるんですね。こちらのボタンを押すことで1本だけ止まって1本は進み続けるという状態になります。押しますよ。はい、実は青い針の後ろに白い針隠れてたんですね。これだけ止まりました。でもう1個の方は引き続き動いております。これで今スプリットタイムを計測することができるので、例えば今手元の記録帳みたいなものに36秒8みたいな感じで記録して、でまたこれを元に戻したりとかすることもできるんですね。でまたこの状態、2つ分かれた状態でこのままストップを押すこともできますから、2つの時間同時に測ることができると、まあ、そういった機構になってますね。でこれでリセットを押すと2つ同時にゼロに戻るといった機構になってます。機械式時計の3大複雑機構と呼ばれるものがトゥールビオン、ミニッツリピーター、パーペチュアルカレンダーなんですけれども、スプリットセコンドクロノグラフっていうのはそれに次ぐぐらい難しいと言われている機構です。今回それがモナコ用に新しくムーブメントゼロから作ったんですよね。ということで、まあ、それが高額になった理由の一つです。タグホイヤーってそんな技術ありましたっけって思われた方もしかしたらいらっしゃるかもしれません。私も思いました。タグホイヤー過去にも複雑機構のモデルいくつか出してはいるんですけど、スプリットセコンドクロノグラフまで作れましたっけってっていうのが正直な感想でした。で今回ムーブメント作ったの一体誰なのかっていうところですね、公式サイトの方では特に書いてはいないんですけれども、ボーシェマニュファクチュールというムーブメントメーカーが関わっています。時計ブランドでいうとパルミジャーニフドリエとか、あとはリシャールミルとか、そういった高級ブランドの機械を作っているムーブメントメーカーです。そのボーシェマニュファクチュールフルリエという場所とタグホイヤーがタッグを組んで作ったのがこのムーブメントっていうことなんですね。そしてこの特別なモナコ、それだけじゃありません。まだまだ特別な部分あります。こちら今ご覧いただいている表面なんですけれども、サファイアガラスの風防が用いられています。よく見ていただくと2段になっているのがお分かりいただけるかと思います。通常のモナコと比べていただくとですね、これが通常のモナコのガラスなんですけど、これ2段になってないのお分かりいただけると思います。ベゼルがあって、そしてガラスっていう作りなんですよね。なんですが今回の新しいモナコ、ベゼルがありません。ベゼルがなくて直接ケース、ミドルケースに風防がかぶさってるようなデザインなんですね。この風防の部分が2段になることによってベゼルの部分も兼ねているという、そういったすごく複雑な作りになっています。ベゼルも兼ねた風防ガラス、この形状を作るだけでも相当な技術を要します。サファイアクリスタル非常に硬いので、この形に削るっていうだけでも通常のこのサファイアクリスタルのガラスを作るの
とは全く比べ物にならないぐらいの手間と時間が割かれていることがわかります。そしてさらに裏面なんですが、こちらもすごいです。裏蓋全部がサファイアクリスタルでできています。ここも通常のモナコと比べていただくと、こちらが通常のモナコですね。裏蓋はステンレスチールでできていて、真ん中だけサファイアクリスタルになっているんですが、今回の新作、裏蓋全部がサファイアクリスタルでできていると。しかもこれかなりまた複雑な形状になってるんですよね。ここ面取りされてますし、この角の部分も面取りされてます。しかもネジを入れる穴まで開けなきゃいけないということで、とてつもなく手の込んだ作りになってるんですよね。こういった作りっていうのは、実は昨年までに登場していた彼らの人工ダイヤモンドのモデルがあるんですけど、ああいったところからの技術の転用なんだと思います。サファイアクリスタル、時計の素材としてはダイヤモンドに次ぐ硬さを持っているものなので、そういう硬い素材を扱うことができるような技術っていうのをどんどん蓄えていたんでしょうね、昨年まで。そしてその技術が集結したのが今回のこのモナコなんでしょうね。ちなみにこのモナコ、1969年に登場したモデルです。今年で誕生から55周年を迎えた、その記念としてこちらの最新作登場したという流れになります。1969年に登場した時も世界初の自動巻きクロノグラフの中の1本、他にエルプリメロとかセイコーのクロノグラフがあったわけですけれども、そこに並ぶ1本として登場して、しかも唯一1個だけ角型だったっていうところと、角型でしかも防水性能も持っていたっていうところで、実はその角型防水時計としても世界初だったんですよね。同時に2個の世界初を生み出してしまったという伝説的なモデルになります。その55周年を記念して、タグホイヤーの技術集結させて作ってきたこのスプリットセコンドクロノグラフ、価格帯だけ見てもこれまでのタグホイヤーでは考えられないようなものを作ってきましたよね。ブランドとしての今後の方向性も示唆するようなこの最新作のモナコ、買うか買わないかっていうよりかは、その方向性みたいなのを感じさせる素晴らしい作品になっていると思います。では続いて見ていきたいと思います。続いてこちら、スキッパーのバリエーションが追加されました。タグホイヤー彼らクロノグラフスキッパー、こちらは昨年ステンレスチール製のモデルが先に登場して、バリエーションの追加ということになります。18金ローズゴールドケースを用いたバリエーションです。価格は269万5000円、4月発売ですね。こちらのスキッパーというモデルなんですけれども、通常のクロノグラフを搭載しているんですが、大きな違いとしてはこちら、このインダイヤルの部分ですね。まあ、通常30分の積算計なんですけど、ここを15分に改めています。でこの15っていう数字がすごく大事なところになるんですが、ヨットレースの中でもレガッタと呼ばれるエンジンを搭載しないヨットのレースがあるんですが、その競技スタートラインを通過するまでに15分の時間があるそうなんですね。それを計測するために新たに15分の積算計に変えられていると。しかもそれが読みやすく分かりやすい形で3色に分けられているっていうところがポイントになってきます。タグホイヤーというブランド、実はヨットレースとも深い関係を持っています。古くは1940年代、アバクロンビー&フィッチというアメリカの高級スポーツウェアのブランドがあるんですけれども、そことの提携がきっかけでヨットレースの世界でも使われるようになっていきます。1960年代にはアバクロンビー&フィッチの当時の社長ウォルター・ヘインズさんという方と、タグホイヤーの創業者の一族ジャック・ホイヤーとが交友関係にあったことから、アメリカズカップという世界的なヨットのレースに出場するそのチームに対してクロノグラフを提供したっていう実績があるんですね。それとともにヨットの中に積まれていた時計っていうのも実は作っていたそうです。そしてそのタグホイヤー協力したチーム4戦全勝という圧倒的な結果で優勝したっていう輝かしい歴史を一緒に築いたわけですね。そしてその優勝を記念して作ったのが初代のスキッパーというモデルでした。ちなみにこの3色のインダイヤルなんですけれども、赤は5分前だよって選手に知らせるための警告の色なんですが、このグリーンの2色ですね、これは過去輝かしい成績を収めたタグホイヤーが協力したヨットレース、その時に使われていたヨットイントレピッド号っていうのがあるんですが、それの色から着想を得ているそうです。こちらが実際のヨットの写真なんですが、このグリーンをインダイヤルここで使っているっていうことですね。彼らといえばカーレースのイメージがとにかく強いかなと思うんですけれども、実はヨットレースとの歴史関わりっていうのもすごく強いんだぜっていうところを改めて知らせてくれるような、そんなモデルになってるかなと思います。あと特徴としては、これも昨年の新作っていうところで我々を驚かせてくれた部分になるんですが、この風防の形状ですね、通称グラスボックスっていうふうにも言いますけれども、ミドルケースのギリギリまで覆った風防、サファイアクリスタルの風防、ベゼルまですっぽりと覆っています。彼らでこの形を採用したっていうのも、実は昨年の新作が初になるんですが、この新たなアイコン的なデザイン、このスキッパーにおいても使用しているわけですね。こちらは限定モデルではなくてレギュラーモデルとなります。
そして今年のタグホイヤもう一つ新作出ております。タグホイヤ彼らクロノグラフの新作です。こちらも先ほどのスキッパー同様にグラスボックスっていう形状を用いた彼らのシリーズ、その新しいカラーになりますね。シルバーとブラックを用いたパンダダイヤルが登場しています。元がホイヤ7753SN っていうモデルなんだそうで、ホイヤーワールド .com さんの画像をお借りしてますけど、これが彼らシリーズで1970年代に作られていたカラーバリエーションなんだそうです。それをオマージュしまして今回このカラーが登場したということになっております。レジェンドの復活を称える 39mm のタグホイヤー彼らクロノグラフ、アイコニックなパンダダイヤルを備えた人気モデルホイヤー 7753SN にトリビュートを捧げるこのウォッチは、クラシックな魅力に大胆なグラスボックスデザインを合わせ、モーターレーシングファンやヘリテージモデルファンのための新時代を切り開きますというふうに書いてあります。パンダ文字盤のクロノグラフってなんかもうそれだけで特別感あるかなと思うんですけど、さらにそこに赤針が加わることでレーシングクロノグラフだよっていうことも同時に伝えてくれてますよね。この3色のバランス素晴らしいと思います。こちらケース素材はステンレスチール製で、価格は83万6000円、こちらも限定品ではなくレギュラーモデルとなります。発売は4月です。はい、といったところで今回はタグホイヤーの最新作ウォッチズ&ワンダーズ2024で発表されたものをご紹介してきました。モナコのインパクトがとにかく強かったんですけど、そのインパクトに負けないくらいのこのスキッパーの最新作、バリエーションの追加ゴールドっていうのも良かったですね。そしてやっぱりデザイン面で負けてないですね。パンダクロノグラフということで、今回この4作品相当気合入ってたんじゃないかなと思います。彼らのデザイングラスボックスになったことによって、スポーツウォッチ独特のやぼったさがなくなったっていう感じですかね。かなり都会的でスタイリッシュな印象に変わっていると思います。 39mm 径なんですけど、体感 37mm ぐらいに感じると思います。あとはこちらのモナコですね、見れる機会が果たしてあるのかどうか分かりませんけれども、チャンスがあればこれも実機を見てみたいなと思っております。裏面どうなってるんでしょうね。そして他のブランドについても、こちらの再生リスト Watches and Wonders 2024 Watch 情熱応援団という再生リストの方にまとまっております。概要欄にリンク貼っておりますので、そちらも合わせてご覧いただければと思います。以上、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。